この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。皆さん、イラストを描くときにこの構図はいい、この構図はダメってね、構図について聞くことがありますよね。でもどんな構図がいい構図なんですかっていうふうに聞かれたら、具体的に答えられますか？おそらく多くの方は、そんなこと言われても、まあ見栄えが良ければいい構図なんじゃないのっていう感じで、大体の方は曖昧に捉えていると思うんです。もちろん見栄えがいいからいい構図っていうのは合っていますが、それだといまいち再現性がありませんよね。ですが、いいですか、よく聞いてください。良い構図はですね、実はある法則があるんです。今回は簡単にプロっぽい絵に悪魔の構図法ということで、あなたの絵を強制的に魅力的に見せてしまう構図法、その法則性を特別に教えちゃいます。これさえ覚えておけば、誰しもが悪魔的に構図が上手くなっちゃうっていう構図法、今から5つ紹介していきたいと思います。構図法っていうのは絵の見栄えをすごく左右する要素の一つ。画力、技術、そんなのなくても構図さえしっかり押さえて絵が描けていれば、圧倒的にいい絵だと見ている人に思わせてしまうことができるぐらい、そのぐらい構図の威力は絶大です。まさに悪魔的。この動画を見ていただければ、そんな悪魔のパワーを皆さんに手に入れていただき、お前こんなに絵上手かったっけ、なんかお前やばいことやってないよな、なんてあなたの絵のライバルに恐怖を与えてしまうぐらい超強力な構図法をマスターしていただけると思います。それでは早速やっていきましょう。日の丸構図、まずは日の丸構図ですね。日の丸構図を使った実際のイラストはこんな感じです。画面があって、その画面のちょうど真ん中中央部分に見てほしいモチーフがドンと上下左右がほぼ対称になるように配置されている構図。画面のちょうど真ん中にまるで日本の日の丸国旗のように配置されている構図なので、日本では日の丸構図っていう風に言われている構図なのですが、これもしかしたら構図にある程度知識を持った人だったら、日の丸構図ってなんか素人っぽくてあまり良くないって聞くけどって思う人もいるかもしれません。ですが、そんなことはありません。いや、むしろですね、この構図の威力は悪魔的です。何が悪魔的なのか、日の丸構図はですね、最もシンプルに、そして印象的にモチーフをよく見せることができて、見た人に一発で伝えたいメッセージを伝えることができる、モチーフの魅力を一番伝えやすい超強力な構図法なんですね。ただしですね、日の丸構図はあまりにもモチーフに対してのみ強烈に視線が行く構図です。それゆえにある欠点も併せ持ってるんですね。それが日の丸構図を使うと素人っぽくなってしまうっていう理由だったりします。なので日の丸構図を使う場合には一つコツがあります。そのコツは何かというとですね、左右の対称性を崩してあげることです。日の丸構図はモチーフを画面の真ん中にドンと配置する構図です。ですが、それだとどうしても画面が左右対称になりすぎてしまうんですね。で、左右対称だと何が悪いのかっていうと、画面がきっちりと整頓されすぎてしまうので、すごく硬い絵になってしまったり、場合によってはどことなく宗教チックなニュアンスが含まれてしまうんです。ほら、宗教画って例えばチベット仏教のマンダラとかを思い出していただけるとわかると思うんですが、上下左右すごくね対称に描かれているじゃないですか。あの感じを彷彿とさせてしまいやすいんですね。それを防ぐためにこんな風に、例えばモデルの顔を何かで片方隠してあげるだとか、あとは背景のバランスを左右で何かずらしてあげるとか、そういった一工夫をしてあげる。ほら、最初の状態に比べて硬い印象が薄れて自然に見えるようになりましたよね。この一工夫を加えてあげることで、モチーフに強い印象を保ちつつも左右対称な硬い印象を和らげることができ、ググッと絵の魅力をアップさせることができちゃいます。モチーフのインパクトを一番に伝えやすい構図、日の丸構図、ぜひ覚えておいてくださいね。三角構図、逆三角構図、次に紹介するのは三角構図、そして逆三角構図です。
この構図は悪魔的です。何が悪魔的かっていうと、絵ってね、ただの二次元的な図形じゃないですか。言ってしまえば質量のないただのペラペラの紙なわけですよ。そんなペラペラの情報に対してなんと重さを加えることができちゃうっていう、そんな構図法、画面のモチーフの重さをコントロールできてしまうっていう超強力な構図法なんです。最初に紹介するのは三角構図です。この構図は重さで言うとずっしりとした重量感を感じさせるための構図ですね。別な言い方をすると迫力が強調できる画面作りができます。やり方は簡単。まずは画面に三角形を描きます。細かくはどんな三角形でもいいですが、底辺が画面に対して垂直であればあるほど動きは少なくなり、傾きを加えていけばそれだけ動きが強調できます。この今作った三角形の補助線に沿ってモチーフを配置していくっていうのがこの構図法のやり方です。例えば人物を配置するとしたらこんな感じ、全ての線を沿わせる必要はありませんが、三角の外側のラインに人体のシルエットをなるべく沿わせてあげるのがポイントですね。どうでしょう、この三角形になるべく当てはまるように人物を配置してみましたが、とてもガシッと頑丈な感じ、迫力が強調できたのがお分かりいただけると思います。あとは迫力の他には、三角構図は重さで言うなら肉感の強調にもつながりますので、こんな風に女性の座りポーズを三角構図に当てはめることによって、女性ならではの肉感や柔らかさ、ちょっとエッチな感じも強調する効果があります。これも三角構図の大きな役割の一つですね。そしてその逆、逆三角構図の紹介です。逆三角構図は重さで言うところの軽さ、軽快さを表現できる構図です。やり方は先ほどとは逆に画面に逆三角形を描きます。こちらもどんな逆三角形でもいいです。さっきと同様に逆三角形が傾けば傾くだけ動きが強調される構図になるでしょう。さあこちらにも人物を配置してみましょう。ほらどうですか、先ほどとは打って変わって今度はキャラクターの軽快さ、動きが強調される画面になったのがお分かりいただけると思います。これはなんでかっていうと簡単です。三角形は重心が下にある分どっしりと安定した形なのに対して、逆三角形は下が細くて上が太い、重心が上の方にあってグラグラと不安定な形ですよね。この不安定な印象がそのまま軽さとか動きというイメージに変換されているわけなんです。なので例えばポーズとしては安定感のあるような立ちポーズだとしても、この逆三角構図に当てはめることでほらこんな風に迫力に無理やり動きをくっつけてしまうような効果を生み出すことができちゃうわけなんです。三角構図、逆三角構図を効果的に使って重量感、そして軽快感、画面の中の重さをコントロールし魅力的な動きを生み出してくださいね。三分割構図とレイルマン構図、まずは三分割構図の紹介です。三分割構図はもう悪魔的に便利な構図法ですね。なぜかっていうと、もうこれさえ考えておけば手放しで絵が良くなってしまうような、そんな強力な構図法だからです。やり方はとっても簡単です。画面を縦横に三分割し補助線を引きます。そしたらその縦横の線の交差点が4つできますよね。ここにメインのモチーフを持ってくるだけ。例えばこんな感じの絵があったとします。画面の中央に人物を配置したいわゆる日の丸構図の絵なんですが、人物が横を向いているのと手を横に出していることから、この人物が目線の先に何かを訴えかけている意図を感じますよね。ですがこの場合日の丸構図だとその意図をうまく表現できません。そんな時に三分割構図です。補助線に従ってメインのモチーフ、つまり人物の顔とそして差し出した手、これを三分割構図の交差点に持ってくることで、ほら人物が印象的に感じられるようになったのはもちろんですが、人物の目の前に空間が開きましたよね。この空間を開けたことによってこの人物の目の前に何かがあって、それに向かってこの人物は意識を向けているんだっていう、そんなキャラクターのエネルギーの方向を表現できる構図になったと思います。あ、ただ三分割法は1点だけ欠点があります。それは何かというと、メインのモチーフが複数画面内にあった場合に三分割の線の交差点が画面中央に寄ってしまっているため、この三分割法で複数のモチーフを画面内に配置してしまうと、ちょっと画面がごちゃっとしてしまって逆に空間が感じられなくなってしまう場合があるということです。例えばこんな絵の場合がそうですね。メインの女の子、そして脇役が三分割法によって配置され構成されているこの絵、とても印象的にバランスよく配置された絵ですし、好みによってはもう
も全然ありな構図なんですが、見方によると画面中央にごちゃっとメインのモチーフが密集してしまっていて、背景の広い空間も同時に感じてもらいたい場合には少し窮屈に感じてしまう場合もあるかもしれません。そんな時にはこの構図、レールマン構図を使うのがいいでしょう。レールマン構図は三分割構図よりも外側に交差点が来るのが特徴です。この交差点にメインのモチーフを持ってくることで、はい、どうでしょう、モチーフの密集を緩和することができて画面に余裕が生まれました。これによって背景が見えている面積を増やすことができ、より広い空間を見ている人に感じさせることができるんです。モチーフだけではなくモチーフと背景の関係まで描くことができる三分割構図、そして複数のモチーフを配置しても同時に広い空間まで表現することができるレールマン構図、この2つの構図法さえマスターすれば、お前の絵なんかプロっぽくない？なんて友達に思わせることができるぐらい巧みな画面作りができちゃいます。ぜひ今紹介した2つの構図、三分割構図とレールマン構図、覚えておいてくださいね。黄金螺旋構図、次に紹介するのは黄金螺旋構図です。え、黄金螺旋なんか難しそうって思う人もいるかもしれませんが、いえいえそんなことはありません。むしろ黄金螺旋はですね、使わないのがもったいないぐらい、そのぐらい簡単で、そして強力に見た人に美しいと思わせてしまうことができる、これもまさに悪魔的な構図法です。例えばこんなイラストがあります。このイラスト勘のいい人はもうお分かりかもしれませんが、そうです、先ほどのレールマン構図によって配置されたイラストですね。交差点にメインのモチーフが来ているのでイラストがとても印象的になっていますし、同時に広い空間も表現できていると思います。ですがなんとなく収まりの悪さというか、構図に気持ち悪さが残っているような気がする。でもその原因がどこかわからない。そんな時にこちら、黄金螺旋が描かれた補助線を利用します。あ、そもそも黄金螺旋って何かというと、人間が最も美しいと感じる縦横の比率が1:1.618の黄金長方形と呼ばれる長方形があるんですが、その黄金長方形の比率を使ってどんどんと画面を分割していき、その分割された角の点を滑らかにつないでいってできる渦巻き状の螺旋、これを黄金螺旋と言うんですね。まあ、成り立ちはちょっとね難しいのでさておくことにして、要するに人間はこの螺旋を見た瞬間に思わず美しいってねついつい感じてしまう、そういう螺旋なんですね。つまりですね、どんな絵面であってもこの黄金螺旋の線になぞらえることによって、わ美しいと見た人に強制的に美を感じさせてしまうことができる、そんな悪魔の螺旋とも言えるんですよ。では早速さっきの絵に黄金螺旋の補助線を乗せてみましょう。はい、そうするとですね、この黄金螺旋の線に沿わせられるような部分がいくつかありますよね。例えばこの腕、これを黄金螺旋になるべく沿った形に配置し直します。足の角度もそうですね。そして目の配置、目も黄金螺旋の中心に吸い込まれるようにここに配置し直します。こんな風にして修正を加えていったイラスト、さっきのイラストと見比べてみると、ほらどことなく収まりが良くなかった絵が黄金螺旋の補助線に沿って配置を見直してみた結果、どうでしょう、すごく収まりが良く素直に美しいと感じられる形になったのがお分かりいただけるのではないでしょうか。人間が強制的に美を感じてしまう黄金螺旋を使った構図法、黄金螺旋構図、ぜひね覚えておいてください。あ、それとここでですね、一つ補足があるんですが、他の構図法もそうなんですけど、この黄金螺旋構図はですね、今紹介したように別に絵を描く最初から、よしこの絵は黄金螺旋構図を使って描くぞなんていう風にね考える必要はありません。絵を描いてみたけど途中でなんかうまくいかないな、そう思った時に初めてさっき紹介した三分割構図やレールマン構図の補助線、そして今紹介した黄金螺旋構図の補助線を途中の段階で絵に乗せてみて、あ、そっか、今回は黄金螺旋構図の補助線を乗せてそれに沿って形を整えていけばうまくいくかも、そんな風に気軽に考えて全然 OK です。構図法は覚えておきたいけど、でも最初からそんなことまで考えて絵作りできないよっていう人もね心配はいりません。ぜひ気負わずに今紹介した構図法を利用してみてくださいね。消失点構図、
そして本日最後に紹介するのは消失点構図です。この構図はですね、もう数ある構図法の中でもめちゃくちゃ悪魔的です。なぜか、これはもう見てもらえば一発で理解できるでしょう。はい、こちらもうね、画面に目がグググググって吸い込まれてしまう感覚わかるでしょう。この構図はもう難しい理屈はいりません。画面に1点消失点を置いたら、その消失点に向かって画面端から集中線を描きます。そしたらその集中線に沿ってモチーフや背景を配置して、集中線の集まる中央部分に一番見てほしいメインのモチーフを配置するだけ。もうね、これだけです。でもこれだけで絵を見た人からすればなんだかもう首根っこつかまれて、ほらこの絵を見ろってね、絵の前に引きずり出されてしまったような、そんな感覚がすると思います。そのぐらい強烈に絵の中に視線を吸い込まれてしまう。この構図はですね、そんな悪魔的な効果をイラストに持たせることができる構図法なんですね。なのでこの消失点構図はいろいろなビジュアル表現において、ここだけは見てほしいっていう、ここぞといった場面によく使われますね。例えば一番わかりやすい例で言うと漫画です。漫画のコマで何かショッキングなことが起きた瞬間の表情を見せる時だったり、あとはびっくりしてしまうような何かが現れた時とかね、この消失点構図、集中線の効果は欠かせません。あとは YouTube のサムネイルとかでもですね、この動画を見てって目を引きたい場合には多用される表現です。と、このようにとても目を引きやすい構図なので、この消失点構図うまく利用することさえできれば、あなたの絵を格段に印象的にすることができ、見た人の視線を悪魔的に釘付けにできると思います。消失点構図ぜひ覚えておいてくださいね。以上が今回紹介したかった簡単にプロっぽい絵に悪魔の構図法5選でした。いかがだったでしょうか。それと今回紹介したのは良い構図法についてでしたが、これをやってしまうと一気に絵の見栄えが悪くなってしまう、そんな悪い意味で悪魔的な間違い例を伝えた動画、これやっちゃダメ、ついやっちゃう失敗と解決法5選もあります。誰しもがね、間違いって避けたいと思うんですが、この動画を見ることでついついやってしまいがちな間違いを避けることができ、あなたの絵のレベルをさらに1段階上に引き上げることができると思います。ぜひこちらも合わせてチェックしてみてください。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。